ボンドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪岡です。高橋です。今日ご紹介させていただくお車はこちら、 BMW F98 X4M コンペティションでございます。コンペティション、はい、なかなか珍しいお車ですよね。そうですね、結構カーセンサーとか見ても少ない車ですし。ですよね。そんなお車を今回はがっつりさせていただきました、はい、なるほど、はい。じゃあちょっと順番にご紹介の方をお願いします。はい、まずフロントは、そう、フロントこれリップ、これ 3D デザイン。ああ、なるほど。まあ BM といえばって感じですね。そう、 BM といえば 3D デザイン。あ、なるほどなるほど。まあ、でも面もすごい綺麗で、そう、カーボン面も綺麗でフィッティングも良かったんで。あ、なるほど、うん、なんかやりすぎてない感じがまたいいですね。さらっとしてて、なるほど、うん、結構もともと純正バンパーいかついからね。ああ、そうですね、うん、ちょっとこんな感じでエアロ入れてあげて。なるほど、はい、この周りがクロスブラックなのはもう、これはもうコンペティションはこれになるから。あ、なるほど。そうそうそう、この辺は全く触らず、この辺は触らずって感じ。なるほど、うん、かっこいいですね。でサイドスカートも 3D デザイン、はい、ああ、もう一緒で揃えてる感じですね、うん、もう全部一緒で。ちょっとこうボリュームが結構増す感じで。そうですね、うん、横にもちょっと張り出すというか。そう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 、なるほどなるほど、うん、結構やっぱ 3D でも結構 X4M は新しめの設定のやつやけど、はい、あ、なるほどね、うん、やっぱかっこいいな。そうですね、はい。でこのままリアスポイラー、リアスポイラー、はい、これも 3D デザイン。なるほど。もともと純正でなんかグロスブラックのなんか板みたいなやつがついとって、はいはいはい、それと交換でこう結構ここもプレスが入ってたりとか。あ、造形も結構綺麗ですね、うん、なかなかかっこいいかなっていう。で、ディフューザーも 3D デザイン。あ、これも 3D デザインなんですね。言ったらもうフルで、はい、エアロは全部 3D デザインで統一して。なるほど、うん、で、リッキー、このマフラーエンドでどこのか分かる？はい、ね、アクラポビッチ。そう、アクラポビッチそう、アクラポの、スリップオンラインってことは車検対応。あ、なるほど、リアだけですね。そうそうそう、 E マーク付きで。なるほど、ね、で、カーボンエンドも一緒に取り付けして。 なるほどね。そうそうそう、フィッティングももう間違いなし、もう全く問題なし。うん、だからちょっと 3D のディフューザーが飛び出しとるからちょっとロゴが隠れる感じやけど、ね、まあこのエンド見たら誰が見ても分かります、ね、アクラポやなって、そう、分かる感じの。やっぱ車検も対応やし、音もいいし、フィッティングもいいし、文句なしですね。文句なし、はい、うん、だからもうちょっと迫力欲しい人はエボリューションライン、さん。ホイールは今回は、そう、岡といえば1221、はい、さすが。もう今回は、はい、この車のオーナーさん、はい、あの前回のマカンに引き続きあの女性オーナーさんです、はい、なんか女性オーナーさんを担当させていただくことが多いです。なるほど、はい、なんでちょっとそのデザインをこう、はい、お客様と相談しながら、はいはいはい、やっぱりこうちょっと、いかつさもあるけどやっぱり女性らしさっていうところで、ちょっとこう花みたいな感じの、はいはいはい、ちょっとスポーク多めの感じ。なるほど、尖ってる系じゃなくて。そう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 。なるほど。でこれあとフィッシュが、はい、これ、天面はブラッシュド、はい、でサイドポリッシュ。あ、そうで、それに、はい、あのスモークを吹いてる感じ。あ、なるほど、ね、そうだから普通のブラッシュドより走った時にちょっとこうギラつきが出たりとか。あ、結構こだわって、うん、フィニッシュとかも作られてる感じですね。だからお客さんからももうフィニッシュは任せるって言われたから、あ、ちょっとこうおしゃれな感じやけど、はい、まあ車の全体の雰囲気を損なわない感じで、うん、でもうサイズは22インチ。22インチ、うん、なるほど。でタイヤは265-35-22で、リアはスーパーカーサイズぐらいが入ってる。あ、なるほど。そうそうそう、まあ気持ち引っ張りぐらいですか、ぐらいかな、はい、まあこれ以上引っ張るとちょっと、ちょっとやらしい、ね、そう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 。
で、ちなみにすいません、シリーズは何になるんですか。シリーズこれが、AP2X AP2X、はい、の、APEX 3.0 かな。 3.0、はい、うん、からここにこうホール穴が開いてて、あ、まあ、はい、結構こう削り込みが激しかったりとか、 あとはこのピアスボルト、まあ、はい、ハードウェア、はい、うん、アメタンでいうとハードウェアを、グロスブラックで、あ、なるほど、うん、そうそうそう、あんまりここにメッキ持ってきてもなーって、チタン持ってきてもなーと思って、ね、うん、ここはもうグロスブラックで、でインナーも、グロスブラック、インナーグロスブラックで、まあ、スポークが生えていいですね、うん、そう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 、結構輪郭がくっきりするから、ね、そうですね、さすがです。そうで、あとキャリパーペイント、あ、でキャリパーは今回ちょっと思い切って白、あ、うん、なかなかないですよね。そう、意外と白ってみんないけんのやけど、そうですね、そう、白にして、はい、まあ、もちろんブレーキパッドは、はい、いつものマーベラスのテーダストのブレーキパッ ド、はい、ってことは、まあ、ホイールも汚れにくいし、そう、まあ、白のキャリパーでもちょっと汚れにくい、そう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 、どちらというとキャリパーをきれいに保ちたいなっていう、抜けがないですね、うん、もうそこはやっぱりちゃんと。でこのロゴちょっと隠れてるけど、はい、これ M ロゴ、M ですかね、そう、もともと M のロゴってあの赤じゃの青じゃの、うん、シルバーがいっぱい入ってるから、はいはい、今回これ輪郭だけ残して黒で、あ、なるほど、ね、うん、特注で作ってる、まあ、その色が邪魔になってしまいますよね。そうそうそう、なるほどなるほど、これも前後でちょっとテイストを変えて、あ、なるほど、そう、ちょっと後ろまた見てもらったら、はい、これリアもすっごいコンケーブですね。そう、フロントも結構コンケーブ しとるけど、はいはいはい、リアもさらにコンケーブして、すごいですね、うん、だから結構同じホイールでもまた違うようにも見えてくるし、はいはい、うん、まあ、でそうそうそう、で一応リアが315/315/3022スーパーカーサイズですね、うん、スーパーカーサイズ、うん、SUV でこんなサイズが入んだ確かに、そうそうそう、でさっき言ってたこのキャリパーのロゴ、はい、あ、はいはい、これね、あ、リアはまた違う、また違う、白にしてこの真ん中のプレートだけグロスブラックに塗って、ここにステッカーのロゴは白で、そう、ね、おしゃれに、またフロントとは違う感じがいいですね。そうそうそう、だからあのここも白に塗ってもええんやけど、はい、ちょっとこうなんかボテッとするかなと思って、そんなにかっこいい形でもないから、はいはい、はい、うん、だからこう真ん中だけ残して、そう、結構でもいいですね、あんま遊び心というか、そう、なんか おしゃれな、そう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 、車高は、電子制御の足回りをそのまま活かしたいから、はい、今回 MSS、はい、MSS、 あ、うん、あの、まあ、言ったらあのダウンスプリングなんやけどアジャスター付き で、あの結構乗った感じの乗り心地もかなり良くて、あ、そうなんですね、うん、だからあのちょっとお子さんもよく乗られるんで、あ、はいはいはい、やっぱり乗り心地も重視やし、まあ、あと車高を下げることで必然的にこうお子さんも乗り降りもしやすくなる、うん、なるほどなるほど、その辺でやっぱりこう、かっこよく見せるための車高端プラスやっぱり使い勝手も良くっていうところ、うん、うん、まあ、車高調とかよりも割とリーズナブルですね、うん、そうそうそう、やっぱり車高調ってなると結構もうね、この辺のクラスやったら、まあ、カーベイとかだと結構いい値段したりは、そう、そうですよね、うん、なるほど、そこでも MSS が結構調整もできるし、ダウンサスだけやったらなんか綺麗に下がらんとかもあったりする、うん、そうですよね、うん、だから調整できるのがいいなっていう、確かに、うん、というわけで紹介は以上になります、はい、どうでしたこちらの X4M。 いや、まあ一言で言うとかっこいい、かっこいい、はい、まあ、いじってあるんですけれどもごちゃごちゃはしてないというか、うん、はい、まあ、ちょっと女性オーナーにすると、まあ、ちょっといかついかもしれないですけども、はい、いやでもやっぱり今までねこちらのオーナーさんはカリフォルニア T とか992のテックアートとか、そうそうそう、いや全然、うん、次はどんなかっこいいお車が出てくるか楽しみにしておいてください。それでは今日はこの辺りで、ありがとうございました。ありがとうございました。